はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、最近ですね、ツイッターのトレンドに、不謹慎系 YouTuber というワードが載ったんですね。はい。それと同時にですね、今この不謹慎系 YouTuber というのが、地上波のニュースだったりとか、ネットニュースでもですね、いろいろですね、取り扱われられ出してるんですね。うん。今回の動画はですね、なぜこのタイミングで、この不謹慎系 YouTuber というですね、存在が世間からですね、注目されているのか、その理由、そしてですね、彼らの行く末、まあ、この辺についてですね、まあ、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。まずなんですけども、この不謹慎系 YouTuber とはどんなジャンルかって話なんですけども、要はですね、あえて不謹慎なことを言って、人を怒らせて炎上させて再生数を稼ごうとするっていうですね、まあ大枠で言うと炎上系 YouTuber に入るのかなっていう感じですね。うん。でですね、動画の内容は至ってシンプルでして、一人でですね、まあこうやって、まあ僕もですね、こういう風にカメラの前で一人でね、座って喋ってるんですけども、まあこういった感じでですね、カメラの前に一人座るなり立つなりしてですね、そこでですね、非常に短い動画をね、投稿するんですね。うん。で、内容としては、もうほとんど中身はありません。ただただシンプルにですね、ひどいこと、人として最低なことを言うわけですね。うん。まあ、例えばどんな人たちがいるかってことなんですけども、うん。まあ、タイトルだけで言うとですね、例えば、京アニのですね、放火事件の犯人は悪くないとか、うん。他には、沖縄の首里城を燃やしたのは僕ですとか、うん。あとは、有名人のパターンで言うとですね、有名人のですね、岡江久美子さんの息子です、みたいなね。はい。とか、あとは、志村健さんの弟です。真実を話しますとか、うん。まあ、こんな感じのですね、いわゆる世間で何か大きな事件が起きた時に、その事件の、まあ、犯人をかばったりとか、もしくはその犯人は僕ですって言い出したりとか、うん。もしくは、有名人がお亡くなりになった時に、その私は親族ですよってことを語る、みたいなね、動画なんですね。うん。で、実際問題、まあ、先ほど言いましたけど、動画の内容自体は1分から2分くらい、めちゃくちゃ短くて、うん。もう、だから内容は関係ないんですよね。とにかく、そのタイトルだけなんですよ。タイトルだけで、私は志村健さんの弟です。真実を話しますっていう、このタイトルだけで人が興味を持つ、まあ、要は怒ったりとかですね、なんだこいつって思って、思わずクリックをさせる。これがですね、彼らの作戦なわけなんですね。うん。でですね、実際問題、彼らは今すごく増えてるんですよ。不謹慎系 YouTuber の人たちは。うん。実際ですね、誰かですね、有名人が亡くなった際に、その人の名前で検索すると、ブワーってそんな人たちが出てきます。本当にたくさん出てきます。はい。で、なぜ彼らがこんなにも増えたかっていうとですね、まあ答えは一つで、簡単に再生数が取れるからってことなんですね。うん。まあ、言ってみたらですね、そんな動画で誰が見るんだって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりですね、世の中にはですね、それをつい見てしまうって人がいるんですよね。うん。こういう風にですね、嫌いな、まあ、嫌いなと言いますか、最低だなってこの人思うんであれば、やっぱり放っておくのが一番なんですけど、やっぱり人間ね、ついね、怒りに任せて見ちゃうっていうのも、これはね、まあ、しょうがないっちゃあれなんですけどね、あるんですよね。うん。で、その結果ですね、もう簡単に再生数が取れると。うん。だから増えてるんですね。はい。で、まあ、誰とは言いませんけども、僕もですね、こういう不謹慎系 YouTuber 一覧バーって見たときになんとですね、17歳の高校生とかもいましたからね。うん。その高校生はですね、今言ったみたいに誰かが死んだ時にですね、それを祝福するとか、そんな感じの動画を上げていてですね、まあ、低評価だらけなんですけども、とはいえですね、アベレージでですね、1個の動画再生数1万超えくらいはしてます。17歳の高校生ですよ。しかも顔出しもしてますからね。うん。いや、とんでもない時代になったと思いましたよ。うん。でですね、こういった不謹慎系 YouTuber の人たちはですね、そういった流れで増えていったわけなんですけども、今このタイミングでですね、彼らのことがですね、すごく取り上げられ出してるんですね。うん。まあ、先ほども言いましたけど、ツイッターのトレンドでハッシュタグ不謹慎系 YouTuber っていうのが入ったりとか、ネットニュースでですね、この不謹慎 YouTuber とは何なのか、彼らの呆れた実態とはって感じで、扱われ出したりとか、もしくはですね、いわゆるワイドショーとかでですね、うん。今ですね、YouTube でして、こういった動画を投稿してる人がいます、みたいなね。そんな感じでですね、その人たちが扱われ出したり。うん。まあ、とにかくですね、いろんなメディアで彼らのことがね、すごく今ピックアップされ出してるんですね。うん。じゃあ、なぜですよ。なぜこのタイミングで、2020年のこのですね、5月、4月かもそのあたりでですね、彼らがピックアップされ出したのかって話なんですけど、まず第一に言いたいのは、感染症の影響でですね、著名人がですね、連続して亡くなった。これはでかいと思います。はい。まあ、例えばなんですけど、先ほど言ったらですね、志村健さんだったりとか、岡江久美子さんみたいに、もう本当世の中の人がね、もう大多数が知ってらっしゃるですね、有名人の方が感染症の影響で本当連続でね、ちょっと本当あんまり間も空けずにね、亡くなられたじゃないですか。うん。で、これはですね、やっぱりね、国民からするとかなりのショックと言いますか、うん。ね、衝撃を与えてですね、で、実際問題、テレビでもこのことをめちゃくちゃ大きく扱いましたよね。うん。本当に世界、日本中の人たちがですね、悲しいんだっていう感じがしたじゃないですか。うん。で、その際に、まあ、この不謹慎系 YouTuber の方はですね、有名人が死んだと、よし、じゃあ再生数を稼ぐチャンスだって言って、彼らの不謹慎な動画を上げまくったわけですよ。うん。そしたら何が起きたかっていうと、まあ、言ってみたらですね、先ほど見ましたけど、そのね、有名人の人がお亡くなりになって、本当に日本中が悲しいんだ
でる時でしたから、そのね、悪いことをしてる奴に対しての怒りと言いますか、ね、そこに対する注目もそのタイミングで集まったんですよ。うん。え、なんだよ、志村健さんのね、が死んでしまったことにこれだけ悲しんでる最中に、え、こんなことしてる奴いるらしいぜ、みたいな感じで、そこでついにですね、見つかってしまったんですね。見つかってしまった。この見つかったというのは何かっていうと、世間に見つかったってことなんですね。うん。つまり彼らは、YouTube 界という狭い世界の中で炎上を起こしてですね、まあ、そのお金を、まあ、小銭をね、稼いでたわけですよ。うん。彼らのことは世間一般の人は知らなかったわけなんですよ。ただ、YouTube を好きで YouTube をね、ある程度見てる人たちからすると、彼らのですね、不謹慎系 YouTuber の存在は知ってましたよ。うん。ただ、世間は知らなかったんですよ。世間一般は。やっぱり YouTube の世界と世間一般っていうのは違いますからね。うん。例えば YouTuber で100万人登録者いる人がですね、世間一般でどれだけ知られてるかって言ったら、それはまた全然ね、違ったりしますから。うん。まあそういった理由でですね、そのね、まあ大きすぎる著名人、本当に有名すぎる著名人がバタバタとね、連続でお亡くなりになってしまったことをそういうふうにですね、不謹慎的な動画をね、上げたせいで、ついに世間にバレてしまったってことなんですよ。うん。で、世間にバレた瞬間にこのことがですね、ネットニュースだったりとかですね、そのね、メディア、地上波のメディア等でですね、扱われるようになったってことなんですね。うん。で、さらにですね、最終的なとどめを刺したのか、刺した部分は何かっていうとですね、女子プロレスラーの、木村花さんがですね、お亡くなりになったってことですね。うん。まあ、彼女はですね、テラスハウスという番組に出演していて、そこ発信でですね、いわゆるそのネットの誹謗中傷が起きて、それに悩まされてお亡くなりになったと今されてるわけなんですよ。うん。つまり、彼女がお亡くなりになってからですね、ネット上と言いますか、世間全体がですね、ネットの誹謗中傷って本当にダメなことだよねっていう流れにもどんどん変わりつつあるんですよね。うん。ってなった時にですよ。ってなった時に、確かに僕も誹謗中傷は良くないと思います。はい。ただですね、ここすごい大事なのが、誹謗中傷が本当にダメなことだとするんであればですよ。だとするんであれば、彼らみたいに、あえてですよ。あえて人の怒りをわざとですね、買ってですよ。うん。不謹慎な人たち。まあ、不謹慎な人たちはですね、そういう風に誹謗中傷を買おうとする。誹謗中傷を言う人をこのように埋もうとする。そんな不謹慎系 YouTuber こそ一番ダメなんじゃねえのとね。まあ、一番じゃないしろ、同じくらいダメなんじゃないのかって話なんですよね。うん。ね、だってそうじゃないですか。彼らみたいな不謹慎系 YouTuber がいるからこそ誹謗中傷する人も出てきちゃうわけなんですよ。うん。ね。むしろ、不謹慎系 YouTuber が、誹謗中傷を言う人を生んでるっていう側面ですよ。あくまで側面も僕は全然あると思うんですよ。うん。まあ、そういったですね、そのですね、木村花さんのニュースはですよ、本当に大きく扱われましたから、まあ、その結果、ここに来てさらにその不謹慎系 YouTuber のこともですね、大きくピックアップされだしたんじゃないのかと思うんですね、僕は。うん。連鎖反応的な感じでね。うん。まあ、だからこそですね、じゃあこの、その上ですよ。その上で、じゃあ今後ですね、不謹慎系 YouTuber はどうなっていくのかって話なんですけども、僕はですね、はっきり言って、これね、絶対もうね、動画が削除され出すと言いますか、うん、僕はね、大手事務所とかそういうところががっつり動き出すんじゃないのかなって思ってます。はい。じゃあ何かっていうと、世間一般にまでここまで知られるようになった結果ですね、何が起きるかっていうとですね、いわゆるその有名人、ね、先ほど言ったですね、岸村健さんだったりとか、岡井久美子さんだったりとかもそうですけど、そういった有名人のですね、人が入っている事務所側とかね、いわゆる芸能事務所とかが、そういう風に自社のタレントをですね、そういう風にですね、使われた際にがっつりですね、訴訟だったりとか、もしくはですね、異議申し立てとかしてですね、いわゆる動画の削除だったりとか、そういうことに動き出すんじゃないかなって思います。はい。でね、 YouTube って僕思うんですが、こういう風に簡単に稼げる方法がですね、バーって広まった後にですね、すぐにそれにですね、規制が入るってことはね、結構よくある話なんですよね。うん。皆さんもですね、1回や2回昔見たことあると思うんですけど、なんか動画クリックするとなんか真っ暗な画面にこう文字だけがこうスクロールするみたいなね、やつありませんでした？うん。今でもちょっとあると思うんですけど、昔それ系ってめちゃくちゃ多かったですよね。なんか文字だけスクロールするだけの動画。うん。あれ何かっていうとですね、要は、ああいう風にですね、手間をかけずに簡単にですね、再生数が稼げるという話でですね、あれ系の動画って YouTube でですね、昔すごい流行ったんですよね。うん。でも今ってあんまり見なくなったじゃないですか。それなんでかっていうと、単純に規制が入っちゃったんですね。規制が。うん。ね、こういった方法はダメですよっていう風に、ね、規制が入っちゃって今ほとんどなくなってしまったわけなんですよ。うん。で、それでいくと僕はその文字スクロール系動画みたいな感じのジャンルにですね、今後、不謹慎系 YouTuber がなっていくんじゃないかなって思いますね、やっぱり。うん。まあ、ただでさえね、何度も言いますけど、今本当にですね、ネットのリテラシーを高く持とうとか、そういった風にですね、いろんな人の意識が変わりつつある時ですから、そういう風にですね、変わっていこうよ、ネットのリテラシーをガチャンとね、ちっちゃい子供とかにも勉強させようよみたいな、そういった流れになってる中で言うんであれば、まさにですね、この不謹慎系 YouTuber って
ていうのは、本当に第一にですね、潰すべきと言われてもしょうがないくらいの存在ですからね。うん。だから僕はですね、この不謹慎系 YouTuber やってる人たちはですね、早く撤退した方がいいと思います。遅かれ早かれ潰されると思うし、何よりですね、単純にですね、事務所、大手事務所とかに訴えられてですね、がっつりですね、慰謝料とか取られる可能性ありますからね。うん。大手事務所なんてですね、絶対優秀な弁護士とかしっかりつけてると思いますから、いや、僕はですね、やめといた方がいいと思いますよ。まあ、先ほども言いましたけど、17歳の高校生もやってるって言いましたけど、そんなことで親に迷惑とかかけちゃダメですよ。慰謝料とか親が払うことになるんですよって話ですからね。はい。っていうふうに僕は思いました。はい。というわけで、ね、今日はこの辺で終わります。詳しいんですね、ちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。ということで、コメントもね、あったらお願いします。どうもありがとうございました。